プロキシマ・ケンタウリの3つの惑星の軌道の図プロキシマ・ケンタウリ C、またはプロキシマ C とは地球からケンタウルス座の方向に4.2光年離れた恒星プロキシマ・ケンタウリの周りを公転している太陽系外惑星である。プロキシマ・ケンタウリの周りを公転する惑星として、すでに2016年にプロキシマ・ケンタウリ B が発見されていたが、2019年4月に 高精度視線速度境外惑星探査装置によるドップラー分光法の観測からその遥か外側を公転している第二の惑星が存在する可能性が示された。2020年25年前に得られたハップル宇宙望遠鏡のデータの解析からプロキシマ・ケンタウリシーが存在することが確認され、イタリーエスナショナル・インスティチュート・フォー・アストロフィジクスのチームが プロキシマ・ケンタウリ C を直接撮影したと思われる画像を公開した。プロキシマ・ケンタウリ C は地球よりも大型の岩石惑星スーパーアースに分類される可能性があり、加減質量は地球質量の約7倍と考えられている。プロキシマ・ケンタウリからの軌道長半径は 1.48au で、これは太陽系だと太陽から火星までの距離に匹敵する。 公転周期は1928日で、表面温度は39系と非常に低温であるとされている。プロキシマ・ケンタウリ C は、主星プロキシマ・ケンタウリから遠く離れた軌道を公転しているため、地球から見たプロキシマ・ケンタウリからの距離は、最大で1.14プラスマイナス0.06秒角になるとされており、太陽系に最も近い、 直接観測が可能な太陽系外惑星になる可能性が期待されている。プロキシマ・ケンタウリシー、C、を直接観測すると想定よりも明るいため主星から来る光を反射するゴミ円盤や巨大な管が存在することを示唆している。惑星のみから反射している光の場合、その惑星は 木星の5倍という大きさになってしまうためである。プロキシマ・ケンタウリシーは土星よりも小さな惑星であるが、艦は土星の艦より大きいとされている。それらの存在を確認するには、ハイスペックの望遠鏡による観測が必要となる。しかし、天文学者の中にはこの艦の存在について、怪奇的なものもいる。しかし、プロキシマ・ケンタウリシーの存在を疑問視する意見もある。 スーパーアースは、水が氷として存在するようになる境界線である、スノーライン付近に形成されると考えられているが、プロキシマ・ケンタウリシーはそのスノーラインの位置から離れており、存在に疑問が投げかけられている。仮に、プロキシマ・ケンタウリシーの存在が確定されれば、この従来のスーパーアースの形成に関する学説を、覆す発見になり、重要な研究テーマになると言われている。 プロキシマ・ケンタウリ・シーは2021年10月に打ち上げ予定のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測ターゲットになるとも言われているが、検出できない可能性もある。プロキシマ・ケンタウリ・シーが存在することを検証するには、ハープスや欧州宇宙機関の宇宙望遠鏡、ガヤによる追加の観測と測定が必要となる。発見チームの一員であるデルソードは、プロキシマ・ケンタウリが・が プロキシマ・ケンタウリ系のさらなる観測、特に直接観測の機会を与えてくれるだろうと述べている。2020年4月、プロキシマ・ケンタウリ C の画像を初めて撮影することに成功した可能性があるという研究結果が発表された。超大型望遠鏡 VLT に搭載されている太陽系外惑星探索機器スペクトロン、ポロリメートリックハイ。はい コントラストエクソプラネットリサーチによる観測で、プロキシマケンタウリシーが存在すると予測されている。1に天体のような光が19個撮影され、そのうちの一つは画像上のノイズや背景の構成、アーティファクトといった惑星とは無関係な場合の光よりも約6倍明るく見え、5人である可能性が比較的低いと見られている。この光が本物であるとすると、 プロキシマ・ケンタウリは少なくとも地球の約7倍の質量を持つミニネプチューンである可能性が示された。しかし、依然としてこの光がデータ上のノイズである可能性はかなりあると見られ、これが決定的な発見であると判断するのは難しいとアメリカ航空宇宙局の太陽系外惑星科学者タンカーリーは述べている。この光について、 さらなる観測が求められていたが、新型コロナウイルスの世界的流行による世界中の観測施設の閉鎖により、当面は追加の観測が行えない状態になっていた。しかし、上記のように2020年にその存在が確認されており、太陽系外惑星エンサイクロペディアでもプロキシマ、ケンタレウリシーの現状はコンファームドとなっている。ありがとうございます。